はい、こんにちは、田中みやびです。私ですね、フリーランスで構成作家、リサーチャー、ライター、翻訳家などをやらせていただいてるんですけれども、このチャンネルでは私が普段目にしたニュースであるとか、私が普段生活していて思ったことをどしどし共有していくっていう趣旨でやらせていただいてるんですけれども、今日のトピックは、衆議院選挙を受けて、なぜ皆さん投票や選挙に対して消極的な気持ちになるのか。 えー、っていう点についてあの話をさせていただければなと思ってるんですけれどもまあ27日10月27日に衆議院選挙がありまして、えーまあえー、結果が、えー、出まして でその皆さん、あのもうすでにこのチャンネルをご覧になっている方なら、ご存知の方も多いと思うんで、そこに関して多くを語るわけではないんですけれども、一応、NHK さんの衆議院選挙の開票速送法のサイトを拝見すると、与党が215議席、野党が250議席で、関数割れと与党の方が、で自民党が191、立憲民主党が148、かなり数を伸ばしていると。 で、まあ自民党はかなり数を落としてしまったと。で、第3党が維新で38で、ここもちょっと数を落としていて、えー、第4党が国民民主党で28で、ここは3倍以上に伸ばしてるんですね。で、ほ令和も、えー、伸ばしていて、えー、参政党なども伸ばしていて、えー、日本保守党が3つ取ってますね。ちょっと印象的な出来事だったと思います、個人的には。で、まあ、この、えー、 結果を受けて、あの、石破首相の動向であるとか、今後連立を組む、組まないみたいなお話であるとか、野党と。えー、あと、まあ、そこら辺に関して、あの、YouTuber さんであるとか、あの、テレビのニュースとかでも報道がかなりされているので、そこに関して私自身は、あの、あまりちょっと、えー、語ることは、えー、控えさせていただくというか、私より全然詳しいんで、あの、語るまでもないかなと僕が、えー、思うんですけれども、 えー、今回ちょっと私的に気になったことがありましてまああのーま、毎回選挙が、えー、行われるとまあちょっとあの今回の選挙で思ったのが、えー、2009年の自民党が、えー、民主党に大敗して政権交代したっていう、えー、出来事をすごい思い出したんですよ。あのの時その なんかえ自民党に対する、えー、ものすごい批判というか、えー、バッシングというかそれがなんかヘイトみたいなのが積もりに積もって、えー、もう民主党に入れるっていう形になってその多くの票が民主党に流れた結果民主党が、えー、政権を握ったっていう形になったと思うんですけれどもちょっと私その頃まだ245歳なんで全然記憶にあんまりちょっとそこまで政治に対してというか。 世の中の流れに対して疎かったところがあるんで、まあえー、間違っているかもしれませんが、えーとまあ、そのような流れだったと思います。えー、で、それで、なんか、今回それを思い出したんですよ、先ほど申し上げたように。なんかその、民自民党がダメなら、なんか、安易に立憲民主党に、別に立憲民主党さんを批判してるわけじゃないです。批判するわけじゃないんですけれども、 安易に、例えばその、それが例えば、え維新だ、その第二党の立場が維新だったら維新の方になんか、安易に流れすぎかなっていうふうに、えちょっと思ってしまったんですよね。これちょっとあの、国民の批判になっちゃうのかもしれないですけど、それはもう自分も含めてなんで、え皆さんもちょっとそのように受け止めていただけたらばなと思うんですけれども、えぇと、まあ ここがダメならここに入れるみたいな、なんか消去法で選択しちゃってるような気がしないでもないですよね。で、その3年後に、あの、やはり総選挙を行った時は、立憲民主党が嫌だから自民党にまた戻すみたいな流れになっちゃってて、なんというか、他にもっと多様な選択肢って皆さん抱けないのかなと思っていて、 なんかそれが僕的にはその投票に行きたくないであるとか行っても変わらないであるとかあの選挙に関心を持てないとか政治に関心を持てないっていうことにえ繋がってきてるんじゃないかなと思っていますねマスコミの報道姿勢もそうだと思うんですよえ今回その裏金っていうものにすごいフォーカスを当ててたんでマスコミの方がえでそれによってあの国民の中のヘイトがたまって、えー 私たちは、え、税金をたくさん納めているのに、なぜ彼らは税金を納めなくていいんだ、みたいな、え、いう形になって、その、どちらかっていうと、その、経済の問題よりも、裏金とか、え、政治の透明化っていうところに、え、焦点を当た焦点が当たる形になったと思うんですね。マスコミの報道もそうですけれども、え、まあ、え、自民党の対応の、え、後手に回った感じっていうのも、自民党自身にも問題あると思うんですけれども、え、それによって、 じゃあ、投票先はってなったときに立憲民主党が出てくると、えー、ただ、その立憲民主党さんの方を別にこれ本当に批判してるわけじゃないんで、あのー、大衆が支持しているかっていうと、そうではなくて、なんか受け皿になった形になってるんじゃないかなと僕自身は思っていて、でこれがちょっと危険なんじゃない、危険というか、えー、ちょっとあんまり消化不良になっているところがあるんじゃないかなと思うんですよ、皆さんの中で。まあ、あのー 国民民主党さんであるとか、えー、日本維新の会さんであるとか、日本保守党さんであるとか、賛成党さんであるとか、えー、まあ、令和もそうなんですけれども、いろんな投票先ってあるとは思うんですよ。で、やっぱりその、いや、えー、自民党も、えー、が嫌だけど、えー、じゃあ,あ、立憲民主党に、みたいな、そういう安易な感じじゃなくて、そういった他の政党に、 え、もう、え、なんかこう、目を向けられるような、え、状況になってないっていうのが、え、ちょっと日本の政治とか、え、投票とかに関する大きな病相なんじゃないかなと、え、私自身は思ってるんで、で、そうですね、この、んっていうか、こっちがダメならこっちにする、え、自民党がダメなら立憲民主党にする、え、立憲民主党がダメなら自民党にするっていう、この流れを変えていかない限りは、まあ、そりゃ、 まあ僕も含めてなんですけれども、えー、選挙とか投票とかってにものに関心って集まらないんじゃないかなって僕自身は思っているところがありますね。なんでそれをどうしていくかっていう形なんですけれども、えー、私自身がちょっと思、個人的に思っていることは、これ多分大きな批判もあるかと思うんですけれども、あの、PR が なんか、えー、自民党と立憲民主党さん以外の方々って、PR をもっとちゃんと力を入れてた方がいいかなと思うんですよ。その PR って結構、その、えー、かなりその大衆にごまを吸った形になってしまうのかもしれないんですけれども、これは僕がテレビマンだから、テレビ業界に所属してるからっていうのもあるとは、多分にあるとは思うんですが、ただ、ちょっと客観的に見たとしても、これがちょっと、えー、一応、成功法と成功するにはやりやすいのかなと思うのが、 あの橋本府知事橋本大阪市長ってもっといたじゃないですか橋本徹さんあの方ってその日本テレビの行列ができる法律相談所であるとか他のテレビ番組に露出することによって知名度を獲得してあの知事になりましたよね大阪府知事になったりとか大阪市長になりましたよね多分ああのー、安易にそれをやれっていうわけじゃないですよもちろんただそういうふうになんかテレビで顔を売っていくって とかテレビとか YouTube とか今だったらいろんなメディアがあるんであのそういった場所でどんどん顔を売っていくってことをあの他の党の方々って頑張った方がいいんじゃないかなと個人的には、えー、ふと思っているんですそれがもちろんベストな選択ではないのかもしれないですけれどもえっ、ー、と個人的にはそのいいと思っていて例えばそのすごい下世話な話をしますと各党、えー、例えば各党に まあ日本維新の解さんだったら例えば日本維新の散さんの、あのー、イケメン担当であるとか、えー、ビジュアル担当みたいな人を,をあの作ってその方がそのスポークスパーソンとして、えー、出てくるとか、えー、そういったことをやったりとかあのあの結構その目立つような場所にはそのビジュアル担当が出てくるとか、えー、全然ありだと思うしあとその。 バラエティー班みたいな感じで、そのテレビ番組のバラエティ番組とかに、えー、これは、是が非かは置いておいて、今は、そういう話をしているわけじゃなくって、なんかこう、顔を売るっていう意味,、えー、意味で言ったら、そういった担当がいて、その、どんどん番組に出ていて、知名度を上げてって、ちょっとあの人ユニークだよねっていうような、えー、印象を、えー、イメージを皆さんに持ってもらうと。で、なんか、そういった、で、まあ、あの、いや、選挙はもちろんきっちりやるときはやると。 そのまあ、ちょっと某党を批判するわけじゃないんですけどなんかポスターでなんかおかしなことをしたりするとかそういったことはあの避けた方がいいとは思うんですけれどもなんかこう選挙広報になんか自分の名前とかめちゃめちゃ載せて目立つようにするとか、まあ、それもちょっとあのそういうのは避けた方がいいやるところはきっちりやるけれどもなんかこの、まあ、ちょっと面白担当であるとかバラエティとかによく出てくるようなでなんかすごいビジュアル担当であるとか。 で、すごい、ま、真面目な方もちゃんといて、その、きっちりしてる方もちゃんといてっていう形で、そういった形で、その、どんどん、あのー、メディアに向けて、知名度を上げていくやり方っていうのが、これが本当に正直な話、まあ、結構その、国民を批判してるわけじゃないんですけれども、僕も含めて、そういったのに、心って動かされちゃうところあると思うんですよ。あの、大衆って。 ああなんかよく見るから投票しておこうかみたいな、えー、そういう部分あの見てくれとかそういったのでなんかすごい、えー、かっこいい人、えー、美人な人がこうなんかこうキリッとした発言をするとなんかすごい仕事ができるように見えたりやっぱりすると思うんで心理的な効果としてそういった面をもっと重視していくっていうふうにやってかないと、あのーまあ、自民党さん立,民立憲民主党さん以外の党ってなかなかその こう、上に登っていくってことはできないんじゃないかなって今、個人的には思っています。え、そうですね。で、ただ、あの、ただその、今10代って結構その、皆さん選挙に行かれてる人が多いらしいですね。多いらしいんですね。そのデータとかを見ると。え、なので、もしかしたら、え、今後、え、十数年とか二十年ぐらいの単位で見ていくと、 もしかしたら今のまま地道な活動を続けていたとしても、その第3党以降の方々が、あの、自民党も、立憲民主党さんもなんか自然にこの落ちてきて、他の党が徐々に徐々に勢力を上げていって、第1党になるみたいな未来もあるのかもしれないなとふと思ってるんで、そこに関してはどうなるか、まだ分かってないんですけれども、まあもちろん連立を組んだりとかもすることもあると思うし、ただですね、現状その20代以上とか、 30代以上とか、そこら辺の関心とかを高めていくためには、そのメディア露出とか、そういったものをよく検討していった方が、私は、テレビマンとしてはいいんじゃないかなと思っている次第でございます。まあ、これにはもちろん、その、ちゃんとやれみたいな批判もあるとは思うんですけれども、そういったのも込みで、いろいろと、まあ、戦略っていうものを考えていければいいんじゃないかなと思っております。 皆さんどう思ったでしょうかぜひともコメントなので感想などをお聞かせいただければと思います。もしこの動画が良いと思っていただいた方は高評価ならびにチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。それでは。